はい、こんにちは。えー、コージーズディープマックスと、あと人間を超えた人のためのチャンネルですね。あっちはちょっと国際情勢がこれからですね、あの、ものすごく荒れてきそうなんで、まあ大観難最後の、もう釧の時代ですね。そういった情報を中心にちょっと、えー、今、ここのところやっていきますので、あの、法華経代行はですね、もう高度な、このチャンネルを見てるような人はですね、もうはっきり言って、 で、えー、まあ、私から受給をもらって、もう極右下に入って、私から受給をもらって、もうスーパーダイボサスになって、そして、自ら、えー、ビッグバンを起こして、あらゆる世界に生まれ変わっていくと。で、その生まれ変わった世界には、まあ、文明がありますと、また。まあ、人間型の生命体としての文明ですね。そうすると、まあ、皆さんは、まず、えー、最末方に生まれるんですよ。そうすると、西本の如来がいて、まあ、その人の醍醐の教えがありますと。 で、その人の教えがですね、まあ、この世界であれば、2500年前に、まあ、お釈迦様っていう女性ですね。まあ、皆さんが生まれ変わった世界ではまた別な世性がいるんですけど、まあ、その人の教えが広がっていると。で、政府ですね。で、造法の時代になると、いろんな宗派ができてますと。で、まあ、債務アップになるとも、その宗派もどん,どんどんどん堕落して、えー、火と変な題目とか呪文とかですね、あれでですね、えー、この、題目を唱えれば、えー お金が儲かるし、商売繁盛だし、なんか幸せになるなんて。そんなもうですね、お釈迦様の教えは、熟気を、熟気を起こす、熟気とは何かを語った教え、存在とは何かを、えー、仕組みは何かを語ってる教えなのに、もうそんなことを考えないで、そんなことを気がつく人もいなくなって、もうご利益宗教にされてしまってるんですよ。堕落させ,させられてですね、もう仏教が。そういう人たちのことを破壊しちゃって言いますね。で、そういうものが、えー、を、 やってる社長のことを下道とか言いますね。あと、犬畜生とか、えー、おしゃ、イエスの言葉にもありますね。あの、犬と豚。まあ、仏に備えた神聖な肉を犬に食わせるなと。仏に備えた神聖な肉を犬に食わせるなっていうのは、もう熟の教えに気がついて、如来とは何かが分かった人。それは相対論、量子論、そして統一割理論の一番上の、 なぜ何もない真空が自発的に対象性を破ってビッグワンを起こして、そして無限の三次元世界を作って、その一つにここに生まれ変わってきて、そして過去の如来の醍醐の推しを読んでる人ですね。えー、これが仏に備えた神聖な肉、あなたのことです。そしてこんな人は、えー、仏に身を捧げた人は、えー、犬に、それをやるなと。近づくなと。そんな義道や破壊者や犬畜章や豚章には近づくなと。これが、えー、イリスの言った犬に、 仏に備えた神聖な肉を犬にやるなと。もう近づくなってますね。で、さらに言うと、えー、神聖な言葉を豚に投げてやるなと。神聖な言葉、つまり心情豚に投げてやるなと。えー、それを踏みつけ、あなたを噛み裂くかもしれないからっていう。この豚どもっていうのが今この世界にいる、まあ、日本にはいっぱい変な宗教なんてありますね。南明連携なんてやってる。あと変なジキ人でなんじゃなんじゃなんつって。 えー、家事祈祷はなんか100万円とか、なんか下手袖1000万円くらい取って、なんだか今、えー、き分が流行らない、流行ってるんでそれに、かつなんか祈祷とかなんか変な、今、インチキな祈祷やってますね。で、なんか病気の症のとこ行くと病気が治るから、はい、100万円とか、1億円とか取ったりしてますね。会社やりたければなんとかなんて。そういうのがなんとか心理業とか構想なんですね。そういうのは豚って言うんですよ。そういう豚畜生に、えー、この真実の言葉、仏教っていうのは、えー、 何もない真空がなんで自発的に対象性を破って、そして無限の三次元世界を生み出したのかっていう。この中心には如来がいて、そして、儒、え、悉、ー、をもらって、お釈迦様は念頭物から科学に儒悉をもらって、そして、えー、過去の世界で如来になって、そして、えー、そこからさらに儒悉を授けて、その人がまたここに来て、えー、お釈迦様の教世を広めていると。こういう仕組みがあるっていうことですね。これが儒悉の教えですね。これが真珠です。この真理の教えですね。 これを豚に投げてやるなと。要するに何とか今、この世界行ったら、もうみんなすべてそうですね。はっきり言うけど、うち以外もみんなすべてそうなんで、そんな連中に樹気の教えになんたって、その真珠を投げても、真理の言葉を投げても、それを踏みつけ、あなたを噛み咲くかもしれないからっていう。これを言ってますね。あの、キリストも。えー、仏に備えた神聖な肉を犬に投げてやるなと。えー、真珠を豚に、えー、与えるなと。 それを踏みつけ、あなたを噛み裂くかもしれないからってな。ですから、なんとか、学会とか、なんとかの科学とかないっぱい日本にもありますね。もすべてですね、今ある。もう、神透系もみんなそうですね。はい。これが今の状況なんですよ。えー、ところがですね、私が熟悉の教えっていうのを解き明かすようないのは、なんで相対論、量子論、そして統一理論ってあるもの。統一理論って一番難しくて、なんでビッグバンがシングルのら起きたかって、これを、が、如来ラインが下脱させて、そして、これ、えー、この、 形になる、えー、世界の中に真空の状態を下脱させて、えー、自発的に作りましたと。意図的に作りましたと。で、そこに時期を与えることで、まあ言葉ですね。今言った言葉がなんで宇宙は真空からビッグマンを起こしたかって、それは如来が作ったんだっていう時期の教えですね。それを授けますね、言葉として。で、その言葉に従ってビッグマンを起こしてるから、その世界にある過去の如来の第五の教えは、の言葉の中に、この 全創造世界が入っちゃってるんですよ。如来の、西方の如来の、えー、5番目の言葉のな教えの中にこの世界が入ってるんですよ。言葉によってこの教えを広めろっていうことによってビッグバンを起こしたわけですね。樹木っていうのは。ですから生まれたその世界から派生するすべ、えー、ての全創造世界が、樹、え、木、ー、から始まってる全創造世界がこの中に入っちゃってるんですよ。これがですからなんで人間が言葉でこの世界を理解できていくのか。 この法華経の言葉で、なんでこの世界の全てのシステム、なんで宇宙が始まって無限の三次元世界が生まれて、それが瞬間瞬間重ね合って、そこから可能性の世界が我々は空間の中に見ながらもあるわけですね。10分後でいろいろ行けると。で、まあ死んだらどうなるかあったら、まあ、えぇ、ー、下脱しない人は、えー、5次元とか6次元とか4次元とかを、と、3次元を行ったり来たりすると。だけどそれに関係なく、えー、如来に帰依して、下脱させてもらって、極側に上がって、えー、誰でも、 スーパーダイバなるとこですね。はい。これがここにすべて書いてあるんで、この全部のシステムが、ビッグバンから始まった全部のシステムがここに入ってあるんですよ。それは熟気によって、えー、如来の言葉によって、この、これを生み出せ、これを学べっていうことを、もう、その言葉で命令を受けているから、その言葉はここに凝縮されていて、学べっていうその言葉ですね。それを学ぶ言葉っていうのは、このですから熟気によって始まった世界のシステムなんですよ。それがですから、えー、統一割論、えー、 量子力学、そして相対論なんですよ。はい。で、その中心になるのはこれですね。これ統一バリ論そして量子力学がありますね。ハイゼンベルグとか、えー、シュレディンが考えたやつですね。イエバレッタとか。で、この世界の仕組みは、一つの空間の仕組みは相対論。まあ、光より肺物質がないんで、我々は目で見ることができると。これがですね、原子の世界。そして波の世界っていうのは、えー、量子力学ですよね。なんでこの仕組みが生まれたかっていうのはこれが統一バリ論のこれですね。はい。 こういうふうに学んでいけっていうのはあるんですよ。でも皆さん、私の言葉に反応したわけですから、もう社教してる人っていうのはもう、絶対地獄は落ち、には落ちなくて、五次元の通り店に入れます。通り店にある、きちっとした、まあ仏教を学んでるグループもあるんで、そこにまあ、死んだ後てります。だけども、儒教をもらっちゃったら、そんな、え四、ー、次元、五次元、六次元、七次元も超えて、九次元の通り店に入りますと。九次元の高次在天に入りますと。高次在天っていうのは、まあ、 自由自在にビッグバンを起こして、さらにはビッグバンではない始まり方。時間とか空間も関係ないような、そんな仕組みでできているような、いろんな世界もあるんでしょうね。我々、肉体を持った人間から絶対想像できるような生命系の世界もあって、もうあらゆる世界に生まれ変わることができると。ところが、絶対にその、そこでも、保険を追ってもらって、そして、学ぶことになると。そこに書いてあるのは、この時期から始まったこの世界の仕組みですね。はい。 ですからですね、皆さんはもう、えー、過去性がすごく良かったんで、ニュライトも絵を持って、受給ももらえるような、えー、運命を持ってるんですよ。ですけど、女性ですね、特に女性はなんか、ただ、えー、雰囲気がいいから来てるとか、えー、冷やかしで来てるとか、そんな人多いんんで、キエしてますなんて私に言ってる人ほどキエしてないし、話すと何も言うこと聞かないっていう、そんな女も多いんで、そんな人は、えー、自然自然と私から離れていくか、あるいは、 えー、まあ、いろんなことが起こって死んでいくとか、そういう人も多分この中にいますね。だけど男性なんかは特に、えー、多分、最後まで残る人はほとんどですね。はい。えーまあ、最近ユダヤ教の話ですね、聖書の、旧約聖書の話をしてますけど、結局、皆さんは簡単に社教してますよね。社教してますよね。ですから私から受給もらえなくても5次元は入れるんですよ。で、もしも YouTube とか作って女性でも、 まあ、誰かたった一人の人にでも、華経は素晴らしいんだねっていう。熟気っていうのがあるんだねっていう。熟気によってビッグバン起こって、そしてこの世界の仕組みができてんだねっていう。あ,あ、自分も熟気って学べてみたいなみたいに、誰かたった一人を言わせることができれば、その人は7次元に生まれるんですよ。まあ、気をもらえなくてもですね。はい。でも、熟気をもらった人は、まあ、高地大帝に入って9次元の。で、9次元から来た男になって、あらゆる世界に、えこれを伝えると。で、これ、その世界には必ずこれをあるんで、これを学んで、 そして、ここには書いてあるんですよ。あなたは過去に授業をもらったと。だから、今この本を読んで感動して、輝ける仏国土、高地財邸に生まれているにもかかわらず、この法華経を読むために、この世界に来て、を広めるために、あなたは今この世界に生まれてきたと。だけど、この、その世界には、まあ、いろんな支配者がいて、悪の支配者がいて、えー、世界を支配しようとする、今この世界ではネオコンとか、 今、プーチンを騙してですね、戦争に引きずり込んで、まあ、大戦争を起こすようなところまで行ってますね。で、この日本も、いろんな国にこれから巻き込まれそうですね、天変地異があって。だけど、それっていうのは結局、これに学べない人たちが、過去性が悪くて、これに学べない犬や豚たちが処分されていくプロセスなんですよ。ですから、プーチンが、えー、ヨーロッパや北欧をまとめて、えー、イスラエルを攻め込んでいくと。だけど、えー、散らされて、さらに次は、 習近平が毛、第四の毛玉として、えー、今度は一統一性を叩き潰すと。この二つによって、ロッシェド政権とか、ね、今のネオケン政権は倒されますと。で、その後じゃあ何が残るかだったら、ですから五次元からも来ちゃって、えー、この、法華経にみんな消えしようっていう、そういう人間たちだけが残った世界が残ると。それがまあ最後なんか、七カ国残って、火付け新人と七カ国残って、そして日本がその八番目で、そしてそこを中心に、 えー、世界がまとまるっていう、そういうのが、きつく人事の最後ですね。まあ、旧約聖書と合わせるとそんなにずれてないんで、まあ、そんな形で、えー、進んでいくのかもしれませんね。で、その世界はイエスの教えが聖法になるんですよ。で、皆さんは、まあ、そのイエスが聖法の世界に今度生まれてくるとも、そこには釈迦はいなくて、イエスがイエルサレムで解いた教えが政法で、そこに第五の教えが入ってるんですよ。その第五の教えの中に、その第五の教えの中に皆さん、 えー、受給をもらって、私から受給をもらって、生まれ変わって、この世界に来ると、政府の名悩はイエスと、そして私が造夫のお悩そしてサイマッポに生まれてきたあなたがサイマッポのお来として来ると、イエスの代悟の教えに反応すると、その中に、えー、天使の軍団を引き連れ、世界中から選ばれた人を集めて、受給を授けているイエスの姿をそこに見ることができるんですよ。それが、旧約聖書のダニエル書の最後に書いてあることであって、またイエスが、 ヨハネの福音とかの中で言ってる私がの姿を皆さんは見るであろうというのは、その皆さんっていうのは、その次の時代に受教をもらった人たちが、自分が生後になった時代に生まれ変わってきて、その第五の教えの中で自分が、えー、お釈迦様のように極空会に人々を登らせて、天使の大軍団を引き連れて、えー、まあ宇宙全体から選ばれた人を集めて、そこで受教を授けて、ビッグマンを起こしている姿を見ることができるっていうのは、そういう意味なんですよ。はい。 誰にイエスが言ってるかって言ったら、それは、えー、スーパー大菩薩に言ってるんですよ。時期をもらって、自分の生府の社に生まれてきて、大菩の詩を読んでる。その大菩の詩の中で、それを読むことは、見ることができるって言ってるんですよ。はい。 えですから皆さんもですね、社教してるって人はですね、地獄に落ちませんし、5次元以上の世界に来ました。また、YouTube とかいろんな通して、SNS を通して、して人に樹木って素晴らしいものだねってもし訳あせることだけでは7次元と。まあ、さらに最後まで私の元に残って樹木をもらえるば、まあ、スーパーダイボーサスだって、荒れる世界にまでがあって、そして、ま、その世界の政府の狙いですね、の第五の教えに辿り着くと。まあ、そうするとその世界もですね、最末っで荒れた時代でですね、またそこで、えー、あなたも、 えー、呪に気がつくと、他の人たちを集めてですね、必ず集まってくる人たちがいるんで、またそれで、えー、その世界の造語の如来がいるわけですから、その人の造語の如来の、えー、5番目の教えを作ってあげると、えー。それが如来と如来のつながりなんですよ。如来が如来に語る経典っていうのは、前の如来が4つしか教えがないと、その5番目を作ってあげるってことなんですよ。はい。なんとなく分かったでしょうかはい、今日はいいです。